はい、どうもこんにちは、カニホでございます。ということで本日の食材がこちら、巨大なアラっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、巨大なアラということでね、見てください、この大きさ。これでね 8.2 キロあります。で、このアラなんですけど、白身の王様とも言われてるんですよ。前一度動画にもしましたよね、アラの子供をお寿司にしたんですけど、あれも美味しかったですね。お値段これ1匹でだいたい6万円から10万円ぐらいします。今日はこちらもありがたい話でいただきましたので、さばいていきたいなと思います。自分では絶対買えないもんな、こんなの。10万円だよこれで。ゆきちさん、ペン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 よ。今日はこちらのアラの身を薄く削いで、こちらの大きい丸皿に並べていって、巨大なギガントなペッサを作っていきたいなと思います。それではまずこちら、鱗を軽く取って頭を落として内臓を取っていきます。トゲがね、すごく鋭くて、本当に気をつけて鱗取っていきましょう。ブスって刺さったらえらいことになっちゃうんだよね。鱗は非常に取れやすいですね。はい、このように鱗が綺麗に取れました。ちょっと気になったんだけど、なんかね、口にタグがついてるんですよね。これなんだ。戦場生け締め。これ釣り物なんだ。釣ったやつなんですって。うわ、こんなもん釣ってみてー。餌で釣るのかな。頭を落として内臓を取り出していきます。鎌の付け根に1本入れて、でエラの膜を切り外します。構造がちょっと違うな。よし、でここから頭を落としていきます。すごいね、さすがにこんだけ大きいから。エラもめちゃくちゃでかい。でこれがね、心臓ですね。心臓もまだ鮮度がいいからね、プリプリ。この頭も絶対いい出汁が出るんで、エラを抜いて保存しておきます。俺のうちの冷凍庫にどん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 魚のアラというアラが溜まっていってさ、もう今大変なことになってるんですよ。一回冷凍庫開封コーナーとかやろうか。冷凍庫に保管しといて、あーまださばいてないって魚いっぱいいるんでね、すっごい面白い魚いっぱい出てきますよ。ではでは、このように頭が取れましたら、次はお腹を出していきます。よいしょよいしょ。そうしましたらオープン。内臓もすごい綺麗ですね。このでかい魚にありがちなヒラヒラの内臓と、これが胆の、すげえ大きいな。この魚体にしてでも大きい。こんなでかいの初めて見た。で、これが胃袋かな。ちょっとこれ変わった形しとるよ。ほらなんか細長い。あ、すごい、なんか弾力がすげえな、これ。ザラザラって言うでしょ。ジャッジャッ、すごい。なんでここ先端膨れとんだろう。なんか入ってんのかな。これ綺麗に掃除してボイルして細かく刻んで鉄板につけましょうか。コリコリしてて美味しそう。はい、このようにお腹の中も綺麗に洗えました。そしたらこちらを3枚におろしていきます。さすがにこう骨がね、すごい太い。よいしょ。背中にも入れます。皮はね、結構厚いですね。お鍋とかにすると美味しいんだろうな。ほんとクエに近いかな。で、クエのことを地方ではアラって呼ぶ地域があるんですけど、本当のアラはこいつなんでね、正式名称アラはこいつです。ややこしいですね。よし、そうしたらここまで来たらね、ちょっと腹骨を1本ずつこうやって切っていきます。さすがにピュッとはねできないんで、こんだけでかいと。うっすらピンクが張ってて綺麗な身。はい、そしたらこちら側もおろしていきます。せーの、よいしょ。はい、このように3枚におろせました。そしたら片身はいろんな人に配りたいと思います。これだけで3万円から5万円ぐらいするんですよ。はい、そうしましたらまだ鎌がついてますんで、鎌を外して腹骨をすいて中骨を除去していきます。はい、これが鎌ですね。腹骨をすいていきます。はい、こんな感じ。これもいい出汁が出そうだな。そうしたら血合い骨を取っていきます。はい、こういう感じですね。そしたらこちらしっかり水気を取って、ペーパーでぐるぐる巻きにします。はい、このように巻けましたら、ラップでぐるぐる巻きにしていきます。
で、これ胃袋、腹骨、カマ、これはジップロックに入れていきます。はい、こんな感じですね。そしたらこれを、そしたらパーシャルに入れて2日ほど熟成させます。2日後のキッチンへ移動。はい、では2日経過しました。揚げていきましょう。そうしましたら、これを切る前に付け合わせの野菜を用意していきます。今日は大根と唐辛子を合体させて、もみじおろしで、あとネギとこちらの胃袋をボイルして刻んで薬味的な感じで食べていきたいと思います。なんか胃袋の先端、これなんだこれ、これ何これ、寄生虫かな、なんだろう。このまま切っていくとちょっと大きいので、これを3等分ぐらいします。うわ、なんかね、コリコリすごいよ。砂肝切っとるみたい。なんか美味しそう。はい、そうしましたらこちら、いよいよアラですね。こちらの皮を引いていきます。皮もね、結構分厚い。わかります？この身にうっすらサシが入ってる感じ。で、ちょっとこれじゃあね、盤が大きいんで、これを3等分ぐらいにしていきます。3等分。まあこれはね、このままでいいですね。はい、それではこちらを切って盛り付けていく。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。でかすぎる、何人前だろうこれ。ではでは、まずもみじおろしを取って、やっぱもみじおろしもね、自分で作ると美味しいんですよね。今日は味ぽんでいただきたいなと思います。で、ネギも入れて、ここら辺を1枚2枚ぐらいいきますかね。しっかりとポン酢につけて、で、ネギもね、くるんで、いただきます。うん、まっ、もっちもち、上品な脂があるな。ポン酢とよく合う。胃袋いただきます。このポン酢につけて、いただきます。これは食感だね、プチッコリプチッコリって感じ。完全にこれ酒のつまみですわ。あ、どうもこちらっす。おいしょっす。おい、遊びに来てくれたということで。遊びに来てよ。おい、ちょっとこれ見て。あ、すごいじゃん。これね、アラのお刺身。おー、うまそう。食べたことあります？おっきいな。ないちょっと食べてみてくださいよ、ポン酢で。じゃあちょっといただくよ。はい、じゃあこれいただきます。はい、うめえ。いや、ちゃんとやってください。ちゃんとね。はい、うまい。今やり直し、やり直しね。やり直し、やり直し、今ね、やり直し、今ちょっとやってみただけだ。あ、そうです。いただきます。ポン酢がうまいとかやめてくださいよ、そういうのは。そういうのはうまい。はい、普通に。はい、ということで、今日はこちらの特
特大ギガントサイズのアラのお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、ウッディーのやつ。あ、もう暑いからね、もう最高にうまいだろうな。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめー、こんなに食べれるかな。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今日はあの大きな大きな巨大なアラをさばいて食べていましたけども、美味しかったよ。胃袋美味しかったっ。胃袋が一番うまかった。胃袋が一番うまかった。いいんじゃん、そういう ストレートな感想で。僕そういうの好きです。はい、ありがとうございます。今日はね、ある企業さんとのタイアップ動画になります。新しくネクソンさんから出たギガントショックっていうゲームがあるんですよ。それにちなんで今日は大きな大きな魚をさばいて食べてみたんですけども、食べた後はね、そのゲームでもして遊びますか。遊びますか。はい。なんかちょっと硬いですね今日。じゃあ硬くないですか。全然硬くないですよ。大丈夫ですか。何やるか台本もないんで、ちょっとねえ、どうしていいのか、サプロから。 YouTube 初めてですか。初めてです。はい、ではゲームの方起動いたしました。ギガントショックっていう名前ですね。この大きな大きなモンスターを倒してどん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 クエストをクリアしていくっていうゲーム。それじゃあ遊んでいきましょう。はい、こういう感じですね。バトル開始と、でこういう風にダンジョンがいくつかありまして、一応この星がついてるところ、先ほど僕がクリアして倒したところなんですけども、ステージ1-5、これクリアしていきましょう。クラスゴブリンっていうボスがいるステージですね。いきます。でこの赤いやつで攻撃で、この青いやつ、これで攻撃しようとしたらバリアですね。バリアで、この紫、これを長押しで時間が遅くなります。あー、食らっちゃった。こういう風に長押しで相手のこの顔とか腕とかを狙ってきます。バリア、オッケー。バリアでこう回避、来るとやばい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 。おしきしき倒しました。これ倒せましたよということ。すごいね。すごいね、グラフィックがめちゃくちゃ綺麗なんですよねこれ。綺麗だね。うん、ちょっとやってみますか。ちょっとやってみる。あ、やってみる。やってみる。ボス、ボス行ってみましょう。初心者なの。ここにボス行きましょう。はい、一人で討伐。どうやって倒すんだろう。これね、この右側の赤い HP が敵の HP で、こっち側の緑の HP が僕らの HP です。これでも移動できるんですよ。これでこうやって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 移動できる。どん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 後ろ向いて、早い早いかねんかな。めっちゃ全力じゃん。うん、これいった、よし、イエーイイエーイ。うまいね。初めてよ。初めて初めて。めちゃめちゃ面白いね。めちゃめちゃ面白いよ。もう臨場感がほんまだけど、ドキドキする。やってると。そうそうそう。はい、ということで、ギガントショック、やり終わりましたけど、はい。楽しかったね。楽しかった。で、今日は、シングルモード、一人でやったんですけど、複数集まって、マルチモードで、みんなで遊べるモードもありますんで、そう。だから今度やりましょう。今度やろう。やりましょう、やりましょう。ダウンロードしてくわ。ダウンロードしてくわ。うん、わかりました。アクションゲームとか RPG が好きな方はおすすめのゲームですね。で、敵もね、こうちょっとゾンビとかホラーっぽい感じなんで、そういうのが好きな方もおすすめ。面白かったね。面白かった。今やりましょうね、マルチ。やりましょう、わかりました。ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。